はい、こんにちは。投資家で医学修士のタクです。いつも動画を見ていただきありがとうございます。今日は久しぶりに俺流トレード論ということで、ダウとね、日経株をね、見ていこうと思います。よろしくお願いします。こちらがニューヨークダウの週足になります。ここですね、ニューヨークダウの週足になるんですけど、まずね、少し前から言ってるんですけど、ニューヨークダウがね、ここね、上値が重い感じで、この辺りがね、抜けれずに、結構ね、苦戦していました。で、こういうね、上値が重くて抜けれない時っていうのは、絶対ね、下向いて落ちてくる可能性が高いんですよ。で、ここも同じように、上値をね、結構抑えられてて、重くて、まあ、瞬間的にはね、ちょっとこの辺り微妙に抜けてるかもしれないんだけど、こういうのはね、あんまり信じちゃダメで、こことかね、これはまあここから下がってくるんじゃないからっていうね、その一つの、まあ、上値が重いところを見て、売りを入れとくっていう、まあ、その一つのね、流れをね、まあ、僕は考えていました。で、この辺の雲でね、この辺で転換しそうなね、雰囲気が強いので、もしかしたらこの辺りでこう揉み合ってね、この辺りでどっかで抜けてくるっていうことをね、やっぱり十分頭に入れて、まあ、戦略をね、立てていかないといけないなと思って、まあね、この上の高いところで売りを入れてました。で、まあ、5月、何日からこれゴールデンウィークがあって、で、そのゴールデンウィークって取引量少なくなるじゃないですか。で、取引量少ないっていうことはどういうことかというと、結局ね、取引量少ないってことは、まあ、商いが少ないと、商いがないとね、いうことで、その売ってくる、格好の、ね、場になるんですよ。これ年末年始もそうだったんだけど、皆さんね、年末年始もね、油断してたと思うんですけど、まあ、外国に行かれてる方とかもいてね、なんか帰ってきたら暴落してたとか言って、まあ、皆さんね、YouTube の動画とかでもね、すごくね、悲観的になってたんですけど、結局、飽きない薄いところって、本当に狙われちゃうんですよ、こういう相場って。で、特にね、こういうね、なんだろう、日本がね、10連休とかね、まあ、未曾有のね、売りのチャンスなわけなんですよ。未曾有の災害じゃないけど、未曾有のね、その、売りのチャンスで、こういうところをね、に売られちゃうと、本当にね、まあ、対処できないような状況になるっていうことがね、まあ、あります。あ、これ5月1日からじゃないね。まあ、4月末からね。うん。で、ニューヨークダウは結構ね、上値を挑戦してて、ちょっと重い感じはあったんだけど、こちらがね、日経になります。日経はね、ここが上値で、まあ、結構ね、まだ上値まで全然これぐらいあるんですよ。で、まあ、前回の高値、上値っていうかね、高値まで、まあ、ほど遠いなと。まだ、6割ぐらいしか戻ってない。6割ぐらいしか戻ってないっていうね、まあそういうところでね、結構日本株、日経は戻りが悪いなっていうところがあります。で、僕は、まあ、日経はね、まあここちょっと上がりにくいなと思ってて、買っていません。で、僕よく言うんだけど、1万9000、この辺りをね、一つの目安にして見てるんですよ。1万9000ぐらいね。この辺りの価格が、この白い線引くね、この辺りの価格までこういう風に下がってきたら、まあ買ってもいいかなと。この辺りで買ってもいいかなと。ここはおそらくね、すぐ抜けないと思うんで、この辺りに一回下がってきたらね、買って、リバウンド狙っていくという、まあ手法がいいかなと思ってます。で、まあね、ぶっちゃけ言うとね、この1万9000から、まあ、1万8000のね、この辺り、この辺りがやっぱりね、僕は一番いいかなと思っててね、その日経を買う時の、まあ、僕の中でのね、その、この
シナリオ的にはいいかなと思ってます。で、まあ今の価格ね、高いんですよ、本当。高いっていうのは、日銀がね、ETF 買ったりしてね、あと外国の資産を買ってね、円をドルに変えてね、変えてる可能性もあって、外国の資産とかいっぱい買ったりとかね、もう商品買ったりして、まあ日銀だけじゃないけどね、関連のところとかね、そういうところがね、買ってるっていうね、そういうところがあると思うんで、それでね、結構ドル高円安誘導になってて、で日経も上がってるっていうところもね、まあないとも言えないしね。で、まあ、今の価格がすごい高いイメージがあるんですよね。上に重いし、だから僕はね、1万8000から1万9000にならないと買えません。この辺りがね、一番いい価格帯だと思ってます。まあ、これはあくまで僕が思ってるだけで、これ上値ついていきたい人はついていったらいいけど、僕はね、上値ついていかないんで、いつも言うんですけど、で、まあ、このね、2018年ってここに書いてるじゃないですか、2018年ね。この2018年トレードされた方って、株とか投資信託でもいいんだけど、この期間ね、積み立てた人って、これね、今の価格ってちょうど真ん中なんですよ。つまり、これ利益出てないんですよ。2018年これ積み立てた方って、投資系チャンネルとかでね、投資系チャンネルとかで積み立てがいいんだっていうね、何も知らないでね、まあ、言ってる人がたくさんいるんだけど、まあ、この辺かな。2018年ね、とか、積み立てがいいんだとか言って大量にね、ちょっと頭悪い人たちが増えたんだけど、これ積み立てした時にね、2018年から始めた人ってどうなってるかっていうと、今この時点でね、ここっていうのはちょうどね、この値幅の真ん中ぐらいじゃないですか。だからこれプラスマイナスゼロぐらいなんですよね。パッと見ね、ここ積み立てていったらね、安いとこも高いとこもあるから、パッと見プラスマイナスゼロぐらいの、まあそういうそのなんだろうな、ところに、まあ今来てると思います。で、こういうね、2018年のこういう相場ってね、これ積み立てちゃダメなんですよ。なんでかわかります？だって、この範囲の範囲内でしか動いてないから、積み立ててもこれ利益ないんですよ。むしろコストっていうのは、信託報酬とかでコストでこれマイナスになってるんですよね、おそらく。で、特に日本人ね、みんな銀行とかね、証券会社のね、営業マンに騙されて高い商品買っちゃうんで、結局コスト的に高くいっぱい払っちゃって、損してる可能性があります。だから僕2018年は株も投資信託も何でもそうなんだけど、この安いところでね、しっかり買っていくと、こういうところで。で、まあ、その自分のね、何パーセントとか、もう自分のトレードがあるけど、仕方があるけど、まあ、日本株関係ね、これ日経225とかね、こういう日本関係の商品っていうのは、まあ、本当にこの真ん中ぐらいまでね、上がったらとりあえずこの辺で利確していって、こことかね、この辺で適当に利確して、段階的に利確していくのが、まあストーリー的にはね、現実的かなっていうところがありますよね。なんでかというと、ここの辺りまで、この上のとこまで僕は行かないと思ってるから、まあ、この半値戻しぐらいで、しっかり利確していくっていう、そのスタンスがいいかなと。だからこれまた下に落ちてきたら、もちろんこういう落ち方するかもしれないけど、落ちてきたらこの辺で買って、で、まあ、半値ぐらいで売っていくと。この辺でしっかり売っていくっていうね、こういうスタンスでトレードしていく。まあ、これが僕は一番いいかと思ってます。で、まあ、場合によったらね、もっとね、下割ってくる可能性もあるんで、これからね、本当にこの辺に下割ってくる可能性もあるから、今もう注意してね、やっていかないといけない相場には僕はなってると思います。まあ、僕がね、一番よく言う言葉で、高いとこをつかみに行くより安くなって買えって言うんですよ、僕はね。高いところを無理やりね、こう高いところをついていくよりかは、まあ、こことかもそうだけど、こういう揉み合って高いところをついていくよりかは、この安くなって、白丸したところをしっかり買っていく、こういうね、ところで買う方がいいですね。
こっから一気にグッと上がってるから、これ高値掴んじゃうんですよ、みんな。こっからまだ上がるんじゃないかって期待で、ここで買っちゃうんだけど、こういうとこで買っちゃダメで、なんでかって言ったら、もうこんだけ上がったらもう結構きついじゃんって普通はね思うんですよ。なんで下がったとこでね、しっかり買って、まあ、な中、中値じゃないな、半値戻しぐらいで売ると。で、下がったら買って、まあ、半値で売ると。下がったら買って半値で売ると。で、ここが下がったらまたこの辺で買って半値で売っていくっていうぐらいの、まあ、スタンスのトレードの方が、まあ、2018年から、まあ、この2019年の最初ぐらいはいいんじゃないかなと。で、これからね、やっぱりね、もうちょっとこう下値をね、試してくる可能性ってあるんですよね、これ。まあ、ハテナだけどね。で、こうなった時に、結局ね、まあ、日銀が ETF 買っててもね、やっぱりこの1万9000円ぐらい、ここをね、抜けちゃったらもうね、相当やばいんじゃないかなと、僕はね、そう思ってるんですよね。まあ、もちろん、ここからね、ちょっともうちょっと上試して下がっていくってこともあるかもしれないし、こうやって下がってくることもあるかもしれないんだけど、やっぱりね、この1万9000円 下がっちゃった、以下に下がっちゃった時に、日銀がまだね、ETF 買うのかってね、僕はね、疑問があるんですけど、本当に買ってくれるのかなっていうところがあるんですよね。だから、例えばね、1万8000円ぐらいまでね、落ちちゃって、まあ、僕みたいにね、短期でね、買って、まあ、売ろうっていう人がいたらね、それはいいんだけど、そこをね、突き抜けちゃったらね、もうこれ 結構大変なんですよね。その場合どうするのっていうのがね、あるので、真剣にね、こう注意しながら見ていかないといけない、まあ、そういうところがありますね。でも日経とダウ見て、ダウはもう上値重いからね、もうそろそろやばいんじゃないかなとか思いながらね、思ってます。ということで、今日はまあちょっとダウと日経についてね、簡単に説明しました。まあ、今日はまあ僕の、なんだろうな、まあ、俺流トレード論ということでね、まあ、自分のね、見解を話してます。なので、これ人によってね、若干違うと思うんだけど、まあ、どういうね、トレードとか、どういう考えでやってるかによって、若干違ってくると思うんでね、まあ、参考になるところがあればね、ぜひよろしくお願いします。最後にチャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。